椎骨、または、脊椎骨は、脊椎の分節をなす個々の骨のこと。縦一列に並んでおり、人の場合上から順に頸椎,椎7個、胸椎12個、腰椎5個、潜椎5個、おしん4個の33個存在するが、潜椎及びおしんはそれぞれ融合しており、潜骨及び尾骨と呼ばれる。その他の独立した椎骨は、それぞれの部位の、第何番目の骨と命名されている。 一番上に位置する頸椎の二つの椎骨は極めて特殊な構造をしているが、その他の22個の独立した椎骨は共通した構造を持っている。椎骨の解剖図。アンテリア前方にある楕円型に近い形の椎体と後方にあるアーチ型をした椎球から成り立っており、その間には隙間があって C 口と呼ばれる。ここを脊中間が貫通する。 追体は単純でほぼ同じような形をしているが、追求は複雑である。追求には上下の他の追体との関節面があり、左右の上関節突起、下関節突起、横突起と一つの後下方に伸びるトゲ突起がある。隣接する追体同士の関節は5つあり、追体同士の接する関節には男性に飛んだ追間板が存在する。これらの関節のおかげで、 脊柱は体を支えることができると同時に、前後左右に曲がることができる。トゲトッキは背中を丸めると、皮膚の上から触ることができるものがある及び腰椎で、わかりやすい。隣接した椎球の間には、C 項につながる隙間が左右に2つあり、椎間孔と呼ばれる。脊髄から出た、脊髄神経はここから外に伸びている。7個の椎骨からなり、それぞれ上から、 C1C7 と呼ぶ。この内常術のように、第1頸椎と第2頸椎は極めて特殊な形態をしている。カンシーは頭蓋骨に接しており、その名の通りリング状の骨である。ジックシーは髪型に向いた大きな突起があり、これがカンシーのリングの中を貫通している。この二つの骨の関節は、頭部が左右に回転するための構造である。C3 から、 C6 まではほぼ一般的な形の椎体であるが、椎体は共通以下のものと比べると小さい。C1 から C6 の左右横突起の根元には穴が開いている。この中を椎骨動脈が貫通している。C7 のトゲ突起は特に発達しており、首を前屈させると隆起しているのが、体表から見てもわかるため、C7 は高 C と呼ばれる。 ごく稀に頸椎が8個ある人がおり、本来の第1胸椎にあばら骨が付着していない場合、第8頸椎として数えられる。12個の椎骨からなり、それぞれ上から T1T12 と呼ぶ。ほぼ標準的な形の椎骨からなるが、胸椎には肋骨が接しているため、椎体にあばら骨との関節面がある。5個の椎骨からなり、それぞれ上から L1L5 と呼ぶ。上位の椎体よりもより重い体重を支えなければならないため、椎体は最も大きいが、骨粗しょう症における、椎骨圧迫骨折などの障害も起こりやすい骨である。成人では一般に、脊髄は L1 と L2 の椎間のあたりで終わり、それ以下の椎行内には、末梢神経の集合した巣が存在している。そのため、 脳脊髄液の検査の際に実施する、腰椎戦士はこれ以下の椎間で行う必要がある。ごく稀に腰椎が6つまたは4つになっている人がいる。本来の第12胸椎にあばら骨が付着していない場合や、本来の第1腰椎にあばら骨が付着している場合である。5個の椎骨が融合して一つの骨を形成している。さらに仙骨は腸骨と、 先腸関節を介して強固に結合し骨盤の一部となっている。人では3から5個の椎骨が融合して一つの骨を形成している。脊髄損傷、ありがとうございます。